さっきの女の人の赤い服の女。おお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 おもぐもぐ。あ、どうしたの？何か硬いもの飲み込んじゃった。私手をうっかりしてたわ。え、食品ガキ見つけたよ。やばちまう。お、誰かが倒れている。何もしない。あら、イケメン苦しくなくなった。今度は何よ。もう何も持ってないわよ。女なんだ。この一人じゃ危ないからね。あなたも私も一緒についていってあげるわ。仲間できたよ。ねえ、行くわよイブ。おっ、びっくりした。え、どうしたの。この絵の人、おお、早いな。え、確かに俺の絵が似てるから。連絡して出てるよ。どきなさい。あ、えい、あ、壊しちゃった。あ、大丈夫。危ない危ない。ああ、危ねえ。ここまで来れば大丈夫でしょう。これフラグでしかない。うん、顔色が悪い。あー、倒れちゃった。数字がいっぱいだね。どうも皆さんいらっしゃい。いらっしゃい。はいはい。居酒屋 ABC の A と B と C です。はい、イブ続きやっていきたいと思います。はい、はい、前回はね、額縁の女に追いかけられて、そうね、鍵用の部屋を通り越したらこんなとこに来たと。数字だらけだね。嫌ですね。すごいね。あれかな、動いてみる。円周率かな。嫌で 3.14 になってる。あそこ、うん、嘘。5の次右側が314になってるね。そんなことどうでもいいんですよ。どこにあるかが分からん。おっ、すげえ。あ、いけるね。いけるね。いけるね。お、え、あ、血、血になった。お、血、お、お、お、いやー、あ、お、お父さん、パピー、ちょっと待って、本当にお父さん、目がいっぱいあって、お、お、充血してる。どこにいてもみんなこっちを見てる。うーん、イーブ、どこにいるんだ。早く逃げないと追いつかれてしまうよ。ああ、どうしよう、こんなに探したのにどこにもいない。あ、消えた。動かせる。セーブできるの？セーブできるっぽいね。あ、インクが溢れ出して記録できなくなった。んだよ。意地悪するね。なんなんだこれ。今までの記録も消えちゃった？嘘でしょ。そんなことある？帰りたい早く。大丈夫？ゲームとして大丈夫？あ、バラ。なにこれ？あ、バラ。うわ。バラを持った瞬間溶けてしまった。そんなことはねえだろう。なくしたらダメなのに。え、何？大事にしないから壊れちゃった。え？こう。お。お母さん。ママ。たくさんの扉。本当だ。あの子ったらどこに行ったのかしら。先に一人で見に行くってそれで。困った、早くしないと私たち帰れなくなっちゃう。お、また絵だ。笑ってる。笑ってる。うふふ。いいか。いいか。うん。いいか。陸上聞いとく？そうだね。その一個手前の列も見てないね。一応なんか見た絵、これもカウントされてんのかなぁ。あ、そうだね。うん。お、お父さんとお母さん。逆だった。お母さんとお父さんだった。え？あー、右切るね。お、なんかある。この先出口です。あれ？入り口出口。た。あ、お、ガサコ？あ、おー、来てる来てる。来てる。あ、誰あれ。こいつ早いなぁ。ねえ。あ、来てる来てる。あ、終わった。え、おお、夢かだよ。あ、あ、よいイブ、気分はどう。怖い夢を見た。そっか、かわいそうに。まあ無理もないもんね。あんな怖い夢に遭っちゃったからね。起こせばよかったかしら。ごめん、気づかなくて。
イブン、そのコートのポケット探ってごらん。キャンディー、それあげれば食べてもいいわよ。優しい。めっちゃいいやつ。もうちょっと休んでから出発しましょう。ね、めっちゃいいやつ。あ、そうそう、イブのバラはなんちゃらかんちゃらかんちゃら。あ、ここに刺しておいてくれたのね、うん、よかったです。よかったね。ギャリーのコートがある、拾う。ギャリーに返してあげるんじゃない。無駄。あ、ちゃんとセーブできるね。夢の中だったからセーブできなかったのか。ここまた人増えんのかな。ね、なんか自分の、お、赤いバラ取った、うん、お、ちょっと渡してあげて。結構いいとこのお嬢さんなんじゃないの。だってその服見たところシンプルだけどかなり上質の生地で使ってるんじゃない。お目が高いな。え、お母さんが勝手に選んでくるって。ま、それでもいいところのお嬢さんには変わりないわね。え、何読んでるのって。ここにあった文字だらけの本よ。なんかやたらタイトルが長いやつ。ゲルテナの蔵書なのかしらね。結構面白くてつい読みふけちゃったわ。イブにはちょっと難しいかもね。じゃあ飼育にもちょっと難しいな。いやいや、私にだって。なんかあんのかな。まだなんかある。あ、なんかあそこ、この女性たちはみんな花占いが好き。知らせちゃうじゃん。美術館での禁止事項、大声での会話、写真の撮影は禁止、持ち物、飲食物の持ち込みと万年筆の使用。なんで万年筆の使用禁止なの。インク跳ねちゃうから。ああ、へそ、ここから出ることは禁止。え、うん、出るなと。出るしかないね。出ようぜ。うん、行くか。出発して大丈夫なの。 OK、 じゃあ行きましょう。お、あ、ここのさっきのあそこか。そうだね。やべえじゃん。この下に行くのか。なんかどんどん下ってってんのか、登ってってんのか。あ、下ってってんだな。あ、また変わんないぞ。そうだね。ミルクパズル。何、知らない。知らない。その通り、ミルクのように真っ白なパズルのこと。ああ、ミルクパズルって言うんだ。あるね。超難しいんだよね。へえ。頭がいい人はすぐに完成できるらしいけど。頭関係あんのあれって。ねえ、正直面白くないよ。だって絵がついてないんだもん。好きな絵がパズルになってこそやりがいがあるって思うよね。あ、わかるわ。パズル結構好き。へえ。あの球体になるやつとかさ、あるんだよね、パズルって。やってみたい。あ、花びらすごい散ってるね。月夜に散る儚き思い、詩的だね。だけねえ、花びら落ちてんだね。なんかこう、なんか落ちてるね。なんもない。なんもないんだ。お、え、踏むと変わるのか。おほん、なるほど、いけたね。音もいいね。ここなんだ、大きな鏡。もっとねえ、ギャビンのコートボロボロくない。うん、すごいね。どういう作りなんだろう。ねえ、だけ。あ、ここから出れると。まったく、ふん。ギャビン結構な華奢だね。華奢、とりあえずなんか出れるようになったと。私はその美しく美しい匂いに指をうならせ、うーんをうーんさせる彼女をそのままちょっとエロい感じするんだ、うん、ギャリーに閉じられた。こういうのを閉じられてくださいね。うわー、なんだこれ、赤いね。決別、なんか嫌な絵ね。明かりが、ちょ、明る暗くて何も見えないじゃない。イブいる？いないっていう選択肢受けんな。そうならいいわ、ちゃんとそこにいてよ。
しかし困ったわね。あ、そうだ、ライター上がったの忘れてた。なんの、おお、え、な、なによこれ。お客様にお願い申し上げます。当館内は火気厳禁となっております。マッチ、ライターなどの持ち込みはご遠慮いただきますようお願いいたします。万が一館内でそれらの使用をスタッフが発見した場合、なんだ、ほんときっついわ精神的に。場合なんだ、やめろって書いてある。やめろ。うおー、なんか引きずった跡みたいなんで。ね、はい、くし、あらららららら ら, あ ら, ら、ライターよりこっちの方がダメじゃない。おー、びっくりした。わっ、ちょ、大丈夫、人形。あ、待って、ねえ、あなた、もしかして美術館にいた人じゃないの。こんなやつおった。あ、やっぱり。私はギャリーで、こっちの子はイブっていうの。私たちも美術館にいたのに気づいたら、このわけのわけわかんない場所に迷い込んじゃって、今なんとか二人で出口を探してるところなんだけど、もしかしてあなたもそうなんじゃない。君もそうだろう。まあ、私も誰かいないか探してたの。外に出たくて、それで。ああ、やっぱり、ねえ、よかったら私たちと一緒に来ない？え、仲間が増えた。ね、女の子一人じゃ危ないわ。ここ、変な生き物とか結構いるみたいなのよ。だから一緒に行きましょう。みんなで行った方が心強いし。うん、行く。じゃあ決まりね。あ、名前は何て言うの？メアリー。メアリーね、よろしくメアリー。うん！うん。イブ、よろしく。うん、よし、それじゃあ仲間増えたことだし、なんだ、張り切っていこう。合体したな。争いの矛先、なんか結構いちいち絵が凝ってるよね。うん、一体どちらが正しいのか。本当になんか美術品っぽい感じするよね。そういえば私も夢バラ持ってた。おい、黄色いバラ。おー、ほら、本当に二人ともしっかり持ってるのよ。なくしたらダメは誰かに渡すも危ないからね。それから、わー、イブのバラ赤なんだね。私のバラは黄色だよ。黄色好きなんだけど、ピンクも好きなんだ。あと青も。人の話を聞きなさいよ。おー、嫉妬深き花。どこに花あんの？女性美食？うん。メアリー。イブ、ギャリー、メアリー。こっちから行くか。おお、ウサギ。ポケモンじゃん。ポケモン？まあ、一体だけなんか緑いるね。え、本当だ。一緒じゃないのか。深海。前に精神が疲弊するとそのうち幻覚が見え始め、最後は壊れてしまうだろう。おー、そして厄介なことに自身が壊れているのを自覚することができない。あは、うん、やんじゃん。あー、赤色の目。またこのやつ、部屋といい、なんでこんなに気色悪いのよ。え、そこ仲間いいと思うけど。感覚のズレが。え、これの毒は可愛いのよ。そこのイブはどう思う？いやー、撫でたい。撫でたいんでしょうか。イブ好きなの、こういうの。私は無理だわ。ギャリーって変。変なのは私たち、あんたたちでしょ。まあ、それはともかく、この毒さっさと調べるとっとと出ましょう。この部屋なんだか見られてるみたいですごく落ち着かないわ。こいつらもついてくの。うん、おお、あ、なんか入ってるね。入ってるね。何か光ってる。紫の鍵。ああ、お、もう絵の中から物音する。お、お、何この音、近づいてくる。おー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 おお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 。なんか持つよ、いいから離れて。イブ危ない。おー、ギャリーと
別々になっちゃったね。分断されちゃったね。二人とも大丈夫？あーびっくりした。イブ怪我はしないですか？大丈夫、よかった。それにしてもこれ邪魔でそっちに行けないんだけど、折ったりも無理そうね。じゃあこの大きさ、この大きさじゃどうしましょう。ねえイブ、さっきの部屋で鍵拾ったよね。その鍵でそこの部屋入れるんじゃない？もしかしたらその部屋にこれを壊せる道具があるかもしれないよ。なんでわかんだろう。ねえ怪しい。ねえ見てきていいよね。でも二人だけで大丈夫かしら。大丈夫よねイブ。どうしようか、どっちがいい？別れない方がいい？でもどうだろうね。別れない方がいいってやっても別れる。あー確かにね、本当だね。いい、何もなかったらすぐ戻ってくるのどうするのか、その後改めて考えましょう。うん、分かった。それじゃあ行きましょう。行きましょうって言っちゃった。あいつ怪しいな。あ、ちなみにあの子とは会話できるね。え、ほら、赤がたくさんあるねって。物置、倉庫なんか 4つ。ああ、光ってるのあるよね。よく笑わないもの、デッサンがある。いろんな画材が詰め込んである。何か面白いものないかな。あ、パレットナイフ。パレットナイフ、あこれであの時々削れないかな。やればできる、やればできる。できるくないじゃん。だんだんこいつなんだマジで。イブったら冗談通じないんだから。でもこれ持っていこうかな、念のためね。基本の画用紙だけか、使い古した筆、使いかけの絵の具、ないね。一旦ギャラリーのところに戻ろうか。お、照明がびっくりした。おなんであの石像あそこにあるの？とかそういう。押すなよ、せーの。ギャリーじゃないとやっぱダメだな。ギャリーちゃん強いか。あーダメだ、全然動かないよ。今どうしよう、出られなくなっちゃった。まあ出口から出るしかないか。ギャリー待ってるかな。パレットナイフ、パレットナイフでこれ壊す、削っていくか。仕方ないからこっちに行ってみようよ。おおおおおおお、イブ君に楽しんでほしいから、大人のいない楽しい世界へ。狙い撃ちされてたもんな、イブな。なんか落下した星。ピエロ、ピエロ、ちょっとピエロとまんまだろね。あはは、鼻が飛び出してる、ほら。あー取っちゃった、取れちゃった。あれよかった、くっついたよ。結構なんか天真爛漫なことな。あ、ブランコのような絵がある。はいはい、一緒に行こうよ、お友達も一緒だよ。メアリーのことかな。おまた、なんだあいつ、まばたきしてんね。あ、オートセーブしてんだここって。ああそうだね。メアリーはどうしてるかな、置いてきちゃったけど。あ、じゃあギャリーか。遅いわ、何かあったのかしら。イブ、メアリー、聞こえたら返事して。ダメだよ、やっぱり二人だけで行かせるんじゃなかった。どうしよう。もう一度あの部屋調べてみようかしら。あまり入りたくないけど、ウサギの部屋。お、ギャリー動かせる。
え、ギャリー起こせんの？うん。おえー、変わってる。おい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 。君も。君の悪い人形がある。あ、進化は変わんねえわ。壊れてるって言いたいの？うん。赤色の目。何回も、あ、ギャリーから見てると違うのか。なるほど。ああ、何回見てもこれが可愛いだなって思えないわ。そりゃそうだわな。うん、撫でたいって言ったよ。撫でたいは気持ち悪いね。怖え。眩しいものはないわね。あれ、この本だな。あとついてる。動かせる。おお。あら、まあ、動いたわ。なんでさっき傷のことかしら。マイはここから出られそう。あ、完全に別行動になるんだね。ね、え、もうセーブしといた方がいいじゃん。ああ、これでイブとギャリーが入れ替わるのか。うん、そうさ、変えれるんだ。ね。お、引っ張れる。いいね。どれにしようかな。これ、たらい落ちてくんでしょ。いくん、どれがいい？左。ダメージから散った。何よ。出口なんてない、理由なんてない。なんだろう、あの月のマークは。なかなか不思議な形にへこんでる。滝？あっちにもあんじゃん、上。あ、あるね。ほんとだ。あ、どうやって当たるかジャンプもできない。あの反対側にいるんじゃないの？ああ、確かに。そしたら右から2番目じゃない？当たった。うん。降りてきた。目が。これでメアリーじゃねえよ。イブの方に行くのか。メアリー、メアリージェン。イブ見て、取っていい？じっと見つめ返す。あ、いいって。本当かい。変な音した。かわいい。かわいいよ、そう。ね。なんぞこれ。あ、あそこに埋めるんじゃん。え？あの。ああ、なるほどね。落っことすんじゃない？じゃあ。ギャリーの方に行く。ああ。あー、なるほどね。まったサクチュン。ん？ん？サクチュンっつった。あ、またいる。いるね。こんにちは、ギャリー。私一人で寂しいの。だから一緒に連れてって。君の悪い人形がある。持っていかないんだ。ねえ、動かせないし。またいる。ねえ、どうして連れてってくれないの？怖っ。何でもするの？私のこと嫌いなの？はあ、もう最後やばいぞ。やばいぞ。ねえ、遊ぼうよ。ねえ、ここ面白いものたくさんあるんだよ。私のお友達もたくさんいるんだ。紹介してあげるね。怖っ。すごい行くね。ね、永遠にここにいろ。おお、口調が強くなってきたよ。強くなってきたね。あれ、お、一体どこまでついてくんだよ。もういい加減にして、あんたの相手をしてる暇なんてないの。壁に向かって蹴る、扉の前から避ける、これ好きな方でいいよ。うわー、蹴っちまうか。えっ、うわー、くちゃってなった。やっちゃったぞ。やっちゃったね、これ。あ、お、鍵以外の方法で開く。痛いよ、痛いよ、痛いよ、それは。あー、アービー君のせいだねえ。あ、いた、入ったの。何かしら、このボールみたいの。謎の玉、木、木玉、金玉。
あ、これ、あ、あ、なにこれ、真相。鍵穴がない。ドアノブが異常に冷たい。うん、またイブと入れ替われる。一回入れ替わるか。そっちって、お、外じゃん。外を、あ、外、あ、そうだ、見せかけた。そうだね、だね。なんか吊るしてあるね。あー、なにここ。ね、イブちょっと聞いてもいい？ギャリーってイブのお父さん？違うよ。違うよ。うーん、じゃあお父さんは別にいるのね。やっぱイブは男の人。イブ、イブ？ギャリー、いや、ギャリーか。ギャリー男の人じゃない、多分。そっか。イブのお母さん優しい。いいなぁ。何なんだろう、こいつは。ね、早くお父さんとお母さんに会いたいよね。私も早くここから出たいよ。ねえ、イブ、あのさ。怖っ。もしこの世界から出られるのが二人だけだったらどうする？いや、俺は決めきれないよ。ねえ、どうしてそんなこと聞くの？なんとなく。もしそうだったらイブはどうするのかなって。ちょっと気になっただけ。もういいや、早く行こう。不穏だね。うん、さっきの例え話、さっきの例え話ねってこと。星と雲のきらめき、夜空の星空って綺麗だね。上に白い、また？あ、粒がたくさんあるなんて知られないよ。ん？外に出たら全部で何個あるか一緒に数えようね。ん？ん？天の糸、雲の糸みたいだ。お、溝やば。何かこれ色がない。鍵じゃん。鍵あるね。キャンパスの上に虹の絵が描かれている。パレットと筆が浮いてる。誰かいる。心配。この絵あったな。ね、告げ口。はあ、面白いね。川となんだ。釣り人。誰もいない。なんかヘビ。ヘビだね。連作胴体の2匹。え？これ絵が繋がってる。一個ずつ見れるんかね。傘をなくした乙女。干からびた運の生物。オンモナイ、アンモナイトか。あ、いけない。あ、左下はいけそうだね。あ、鏡だ。動いてる。何あの下。扉の番人。壁に文字が浮き出てきた。絵の名前答えてください。当てれば扉を開けます。どうする？間違えたらどうなる？答えないの？おお。挑戦しなさい。挑戦してみる？うん。では。この絵のタイトルはどれ？どれだ？どれだよ。天の糸じゃない？これ？うん。あ、鏡に映ってんだ。そうだね。正解。うん、すげえ。すごいっしょ。やったー、イブすごい。次の絵はまだあるのかい。ねえ、まだあるの？なんだっけ、真相だと思うね。これ？うん。覚えてんね。はい、正解。すごい。いいえ。すごいね。ちゃんと見てたね。伊達に読んでないかな、この文字を。確かに。確かに。わあ、イブの勝ち。約束なので扉開けます。お、め。目。おお、何あれ、右上の布団。試着コーナーじゃん。試着コーナー狭くね。大きな紙が巻いてある。お、あ、さっきの蛇じゃん。ね、中は絵だ。でも何の絵だろう。蛇じゃなくない？でもどうしよう、これ持ってく？持ってく。どこ？いや、それそうだよ、蛇だよ。なんか2体のなんとかって書いてあったけど、うん、1体しかいねえなって。お、
ゲルゼの作品集、よくわかったね。バカにしてんぞ。A のページ。お、赤い服の女。6210年。え？どういうこと？今何年？え、今2023。やばいじゃん。伊勢役ゲルタの遺産を狙い寄ってきたな。見にくく強欲な女性たちをイメージとして残したとのことじゃない多分これ。すごいね、うん、そっから読み解くのもすごいわ。ある小僧を祀る。あるところに小さな女の子がいました。女の子は両親と一緒に美術館へ行きました。しかしふと気づくと女の子は迷子になってしまい、薄暗い美術館の中を探しましたが、両親も出口も見つからず、怖くて心細くて寂しくてお腹も減り喉が渇き、転んで怪我をして体力も限界になってギリギリか。最後のページに小さな女の子が倒れてる挿絵で終わっている。わあ、こうなると言ってんのかな。うん、ゲルテナ A 見てたじゃん、うん、K、J とか、うん、え、一松模様の魚じゃないと思うこれ。すごいな。ようわかるな。そうだよね多分ね。モノクロで描かれたにもかかわらず光の加減や角度によって色づいて見える不思議な作品。あ、やべ、行き過ぎて分からなかった。分かるんですか。非常に何とかで何とかな描写、何とかな何とかの描写は見る人のさまざまな感情を呼び起こすであろう。これは分かんないね、さすがに。分かんねえな。ジャグリングピエロだね。なんかレアカードみたいな。確かに。それかトラップカードだよね。2023年ねえ、孫と見に行ったサーカスに出演したジャグラーをモデルに描かれた作品。ゲルネラが実在する人物をモデルに描くのは、大変珍しく、現在でもこの作品は高値で取引されてる。レアカードなんだ。あ、そうだね、やっぱね。終わりか。凝ってるよね、設定がね。なんかね。じゃあそろそろ交代しましょう。ギャリ交代する？シッカギャリ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 クソン。それダリダリンじゃない。入れない。冷たいって書いてある。お、ヘビの色違うね。胴体の2匹。あ、連作のもう1個なのね。お、レアカードレアカードある。あ、ジャグリングしてる。ジャグリング。絵の中から声がする。我誕生。うわー、あ、わかるよ。6000。うん、絶対わかんねえべ。あー、下二桁では23。じゃあ223だね。すごーい、すごい、すごーい。俺も62は覚えてたけど、23は覚えてた。すごいね。謎の玉青を見つけた。さっき黄色だっけ。うん、黄色だったね。いや、すごいね、一発正解はすごいわ。すごいな。釣り針なくない。さっき釣り人のあれがあったね、映画ね。あーん、これなんだろうか。手預かりし心臓。心臓ないじゃんね。心臓ね。扉がない。あん、あん、鍵がない。あ、セーブか。緑の夜。お、パレットじゃん。なんだっけ、さっき浮いてなかったっけ。あ、浮いてたね。7つの色、色彩、色彩絵の具の玉を集めよう。さすれば道は開かれるであろう。あー、なるほどね。あ、もう青だ、いた。あ、あ、お、あ、お、あ、もうここに溜まってんだ。あ、そういうことか。あんたのせいで首がむげちゃった。うわー、これ B 君のせいですよ。うん、蹴ったくったから。蹴ったくった。選択肢がそれしかなかったんだよ。嘘だよ。どっかすってあったよ。あ、で、これで赤と黄色増えてるとかないね。やっぱ、他の何5色あると。あれ、こっちから来たっけ。そっちから来た。ってことはここ見たよね。うん、そんなの入った。あ、さっきのカビ持ってた。あ、そうそうそう、カビ、それでさ、変えてみよう。入れ替えてみよう。お腹。何か飲み込んでるみたいだね。
心臓じゃない？ああ。ここに置いとくね。ってことは、おお、こっちも心臓出てる。ほんとだ。あれ、なんか絵が変わってない？何か入ってる。心臓？心臓、これで、あ、吐き出した。脈っていう。怖いよ。ガラスのハート。じゃあそこに、手のところに持ってく。作り物よね。ちょっとドクンドクンしてんだろうね。お、優しく。結構固めだったね。ほんで終わり。おお、釣り糸が。おお、ほんとだ。釣り針が出てきてる。触ってみる？釣られんじゃない？ね。あ、いった。あ、大丈夫。ああ、指に刺さった。これ鍵開いたとかじゃないよね。いや、多分向こうのつ、お、開いてる。あれ、開いてる？今開いたんじゃない？多分。あ、タマッコあるね。おお。おいおい、いるぞ。いるぞ。存在を交換することにより空想が現実になりうる。意味わかんないな。ネクタイみたいなのしてんの。どうしてこの傘か。なんかさっき絵あったね、傘探してる女の子あったね。まあいいか、もらっちゃう。いざとなったら武器になりそうだし。それはもうゾンボイドの世界ですからね。間違いない。書物の持ち出し禁止。メモあるね。あ、左が多分揺れんじゃない。未知に、未知に勝る恐怖はなし。だけか。恐怖。一人いると恐ろしい。二人いると安心できる。三人でいると、やっぱあいつ、三人、先が破れていて読めない。怪しいんだ。怪しい。あの子たち大丈夫かしら。ま、二人でいるから、まだよかったわ。色彩の極意。色彩の極意がかかっている。雑。教えてくれ、色彩の極意。お、やった。おー、緑、悟り。あ、あそこにピンクとか赤あるわ。ある、ね、うん、これどうやって取るんだろうね。とりあえず傘はあれなんじゃないの。そうだね。でも向こうにどうやって傘持っていくかだね。この下じゃない多分。ここ右。あれ、う、なんだろうこの部屋。床から出てるガスみたいなの気をつけた方が良さそうね。右にファンがあるね。あー、あー、もう行っちゃってなのかな。どうなんだろう。かな。死んじゃうもんね。お、あ、絵の具紫。あ、いや、もうダメだ。帰る体力がない。やばいね。はい。てるんるん、てるんてんてん、てん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 。それもハリーポッター。ハリーポッター俺見た。それは嘘だな。見たことないが嘘だ。嘘ばっかつくね。はい、じゃあとりあえず今回はここまで。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。うるです。はい、またね、バイバーイ。